今週気づいたこと、大きな恵みに関してどうのこうのを言っているおぶっさんたちへ足元を見よう。月曜ジャンク一応光る深夜のバカ力から。離婚をしたことで大きな恵みはより魅力的になったわけじゃないですか。すごいですよね。だってさ、あんだけこう面に資本がある人がさ、さらに10億円ぐらい手に入れるチャンス、大チャンスを得たわけでしょ。そう考えたらもうやばいわ、そういう意味じゃ、ね、なんかほんとこう街でふと耳にしたんですけどね、ふと耳にしたおばさん、おばさんって言い方悪いかな、ジャバザハットがジャバザがあの変なキーボードを弾いてる象を踏み殺すようなやつがね、あのついつい踏み殺すような人が、リックドムがなんかね、もっと我慢すればいいのにみたいな、我慢が足りないみたいな話をしてんだけれども、あ、とんでもない話ですよね。でよくよく思い出した、この番組に一回来たよな、昔まだ美人さんのゲストは数字を持ってると思ってた頃に一回来たよな。安倍ジョージの方が断然持ってるっつうの。全然安倍ジョージの、安倍ジョージ先生が来た時の方がもう数字は高いってことが分かったんで、まあそれや別に美人さんもいらねえやって話になって、大してそういう美人さんをメインとしたゲストさんはあんま呼んでないんですけれども、まあね、そういうもんですよね。あのね、羨ましい。だって1年半のお勤めで10億単位のお金がもらえるんだったら、全然そんな、お前 IT 社長に別に俺のケツの穴にどんな六本木ヒルズをぶち込まれようとも何の文句を、ちょっとまあ下世話な、ちょっと下世話な言い方になっちゃいましたけれども、ちょっと世話しない言い方になっちゃいましたけれども、っていうか好きじゃなくても好きになるって、そんなん絶対さ、愛があったとかなかったとか言うけど、10億円くれる可能性がある人のこと嫌いになるわけねえじゃん、そんな分かんねえけども。しかもほら、なんかそれでいてさ、こうその決定的なその嫌なこと、10億円分の嫌なこととかするのされんのはすごい嫌ですよ、なんか分かんないけども、あ、ちょっとちょっとって言って乳首豆をペンチで毎日潰されるような、直しては潰し直しては潰しで他のスケジュールが組めないと、いつも大塚美容整形に行っては乳首豆を整形してもらっては潰し、乳首豆を整形してもらっては潰しだったらば、それはいくらなんでもう送ったいと、それでも乳首豆だろ、乳首豆だよな、使わねえもんな、あれそんなにな、そんな使わないだろう、ちょいとした旬を盛り上げる時ぐらいでしょ。もう俺の自作自演主義はいいっつう、みんなにあれだけ白い目で見られて自作自演主義の話を堂々と盛り込んでいくのはやめろって話だけど、そういうことでしょうよ、絶対そうだって。変な話ですけど、よく僕は言うんですけども、よくかっこいい DJ の人とか、俺の口は変えねえぜみたいな話をするじゃないですか、俺はこのポリシーから外れたトークは絶対しねえみたいなこと言うじゃないですか、そんなこと僕に関しては一切ありませんから、ナウオンセールですから、僕の口、僕の言葉ね、僕の魂、ナウオンセールですけども、意外にいいねつけますよっていうね、ね、あのお金も出さねえくせに買おうとする人とかがいますから、そういうのはダメですよっていうことであって、ナウオンセールですから、なかなかお前そのなんかその1年6ヶ月で億単位のお金が稼げるような仕事や営業があるんなら、それは教えていただきたいって話ですよ。だから変な話ね、そのお姉さんたち、そういうことをブーブー言うお姉さんたちとかはね、なんつったらいいのかな、あの羨ましいんでしょうね、ああいうこう素晴らしい営業を。フロムエインだって乗ってないよ、ちょっと稼ぎのいい仕事みたいなやつを A にも A to Z にも乗ってないです、全然。ちょっと稼ぎがいい仕事とか、なんかなぜだろう六本木ヒルズみたいなやつでも、絶対そこのところに、あの18ヶ月ちょいとした我慢を、しかも前半我慢じゃねえだろきっと、前半我慢、どこから我慢かしんねえけどさ、それでいてちょいとしたこう不倫なんぞもできてるでしょ、それでいてお前
あんのかな。でもさ、でもこう最近はさ、結婚する前に契約書みたいのをやる結婚もそのあるみたいだから、あれで取りっぱぐれだときついな。なんか取りっぱぐれは相当きついけど、あれで それ相応のお金がいただけるんだったら、むしろですよ、むしろ結婚した方が得だったってことで、うわー、あの IT 社長なんとかたぶらかせねえかな。なんとかわかんねえけど、行ってなんか前でケツ振ったりすると大きなめぐみちゃんはこう小さかったから、なんか今度はでかい方がいいんじゃないですかみたいな感じで、あと女じゃないですか、今度男どうすかみたいな感じで行けば絶対行くってそう思いますよ。それジャバザ先生たちにすごく言いたいんですけど、じゃ僕は別にあのこういったところで大きなめぐみさんが僕に半分の5億円ぐらいを、まあ、推測で10億単位にしてますけれども、勝手にゴシップ的に勝手に10億10億言ってますけれども、大きなさんが僕に650円すらもくれないと思うんですよ。ですから別にかばう言われはないと思うんですよ。でその僕はほら自分の結婚の時にその契約結婚しちゃってますから、300年以内に少しでも別れたいって言った場合には金玉を破くっていうそういう契約書にハンコおっしゃってますから、あの僕にとって何の得もないわけです。大きなさんここでおだったところで、もうスペシャルウィークにも多分呼ばねえし呼んでも来ねえだろうし、だから別にそのあのかばって何の得もないんですけども、でもジャバザさんたちよと、ジャバザさんたちが初婚であったとしろ、性格は分かんないけど、どっちもジャバザさんの性格も大きなさんの性格もどっちかっていうと大きなさん来てくれた時はいい人だったからね、もうすごいね、なんかこうそういう感じだったんですからね、あの悪い人な感じ一切しなかったですからね。だからそう考えると、そのタイブレークからあのツラね、その資本たっぷりのツラねと、それからあと純資本財産分与分マイナスバツイチ、バツイチがどれぐらいマイナスなのか分かんないけど、マイナスっていうのを引いたところでゲームさ、ものすごいことになってるよ。もう全然お前の脳みその中の堀内監督は早くも鋼鉄が徹底してるっていう状態じゃないですか。そう考えるとすげえな、なんかな、やっぱりね、これからそういう時代じゃねえんだろうけども、男の方もあるんだろうけど、逆玉みたいなやつあるんだろうけれども、すげえなやっぱな、面の錬金術師だな。こう面が金を呼び、金が金を呼ぶみたいな、そういう感じだわ。誰が聞いても大きなさんをフォローしてるようには聞こえない全然な、なんか分かってるけどな、一人金まみれの男が金の話と自己演出をたっぷり入れた G をすることだけが露呈していってる7分間だなこれな、8分間だ。さあそれじゃあ曲、サンボマスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。でもサンボマスターいいね、あの別段面に資本がないところから魂をこうと魂を掛け合わせて、その有名になったり人気者になったりするわけじゃないですか。ただあれだよね、本当に面に資本がなく生まれるっていうことはね、あのなんつったらいいのかな、売れても売れても有頂天になれないっていう、そういうなんつうのかな、マイナス面はあるもののな、まだ日々考えるわけですよ、日々考えるわけですよお客さん、僕はね、中途半端なサンボマスターの真似はもうやめますけどすいませんね、あんた方、あんた方もういいっすわ今僕の中でこうチャリブームがちょっと来てるわけですよ。チャリブームがちょっと来てて、しかもあの先週あたりはそのチャリ話をしたら、この番組をあのたまたま聞いてたチャリ神様がファックスとかをくれて、チャリはこうチャリ道こうあるべきというような話をこう送ってくれたりする中で、最近あのね、家の近くのチャリンコ屋にね、チャリンコ屋っていうかこう なんだろう、俺の中でのチャリンコ屋っていうのは、あのおっさんのもう作業服を着たボロロのおっさんがいて、それで「おじさん空気入れ貸して20円、え金取るようになったの？」みたいな、ちょ「それ困るよ」っていうのを小見田君がそのトークを引きつけてる間に、小見田君の弟がボンドを盗むっていう、そういうのがいわゆるチャリ屋のイメージなんですよ。僕は間違ったね、完全に間違った僕のチャリ屋 のイメージなんですけど、いわゆる最近あの切りかけてしまうのは、なんつったのかな、サイクルスポーツサイクルショップみたいなところがあるじゃないですか。ちょっとおしゃれなあのチャリンコがいっぱいぶら下げてあるところあるじゃないですかね。そのであとあの、あれで木下林業とかそういうとこじゃねえよ俺の言ってるやつは。そうじゃなくて、なんかこうツール・ド・フランスの DVD 入荷しましたみたいななってるようなところに行って、こうショーウィンドウから中の自転車を見ては、欲しいな欲しいなっていつか後ろからポンと黒人が肩を叩いてくれて、お補助輪買ってやろうかと、ね、補助輪だけじゃ何にもなんねえだろなんつってな、そう
んなことを。そう、ええ、じゃあ補助輪がいらねえんだトランペット買ってやろうか、吹きたくねえしみたいなね、ね、まあ、結果僕は21世紀のマイルス・デイビスになるっていうようなことを基本的にはこう夢見てこうチャリアを見てたりするんですけども、やっぱねあのね、そのあのチャリ神様のチャリ神チャリ師匠のそのファックスによるとだよると、もう普通に15万ぐらいするの買った方がいいよっていう、普通ちょっとチャリを凝っている普通のその方は、その人はあのチャリ神様はその普通にサラリーマンやって趣味で自転車を10年ぐらい乗ってんだけど、もう50万円ぐらいのやつを 2,3 台持ってると。でそれでも別に惜しくはねえと。で入門用でも伊集院さんの体のことを考えたら、あの15万から20万ぐらいはつぎ込んで叱るべきだよみたいなことを言うわけで、初めてその15万台ぐらいの価格帯のカタログみたいのを見たりするんだけども、どう面白そうなんだ、どうなんだろう。今20万ぐらいのチャリになってくるとオートマのやつあんのな、オートマの、なんか要するに、あの、要するに、こう、チャリこいでんじゃん。で、ある程度の、だいたい、シャンシャンシャンってこいでんじゃんか。で、このオートマのやつが、この野郎調子乗ってんだと。シャンシャン言いながら、もっとシャンシャンを、シャン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 みたいな感じで、待て十文字みたいになったところで、お前デブのくせに待て十文字もクソもねえぞって話になるわけ。この中の、あの、シマノの C810 っていうやつが、その、コンピューター制御のそのやつが、てめえおねえ、じゃあ重くしやるバカ野郎やろみたいなことやって、その、シャンをずっとシャン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 にしとくみたいな。でいてこう、あのもうあのクソデブが上り坂でもうシャンシャンしてたやつが、うーすみませんでした、すみま、6分できるけど6分はやらない方がいいよね、あんまね。120分の番組で6分で絶対すごい貴重な時間だからやんな方がいいよね。でいてそのもう一つヘイコーラーになってる時に、もうその C810 が、まあ、ちょっと勘弁してやろうかと。あいつも心入れ替えてるかもしれないから、つって、こうマスターに言って、おい、あいつに一個軽いギアを、つって、本当ですかね、お感情のこっちつけといて、つって、シャーつって来て、取り損なってバシャーンですよ。で、隣のヤクザにぶっかかってる、タコ殴りですよ、俺が。そういう感じの、その、まあ、シマノの C810 はそういうことしないと思いますけども、そういうこう、オートマのやつがあったりとか、あとなんかね、あの、なんぞの、いつも忘れちゃうんだよな、あの、チャリのマウンテンバイク。マウンテンバイクだっけ、マウンテンゴリラだっけ、ローランドゴリラだっけ、どっちだっけ、どっち、マウンテン、ローランド、どっち、マウンテンでしかもゴリラじゃない方ね。それが、そのやつが、そのマウンテンバイクは今俺乗ってるやつにももうデブ仕様っていうことで、サスペンションが後輪の後ろのタイヤのサスペンションと前の後方向のサスペンションが両方ついてて、初めてそれに乗った時に、あ、チャリってのはこんなにあの振動が出ないもんなんだっていうんですごい快適だったわけですよ。だけどどうやらマウンテンバイクっていうのは自転車先輩のあの浅草キッド玉袋筋太郎先生言うところのマウンテンバイクを都会で走ってても基本的にはトラクターを舗装道路が走ってるようなもんだから、スピードは出なくて叱るべきだし非効率的だよって話をするわけで、かといってそのスーパースポーツ、その競輪選手みたいなやつをその競輪場で小池栄子が体以外を見ないでねみたいな、そういう感じのやつはあっちの方はね、花菜々を特に見ないでねの方はすごいスポーツレース用みたいな、サイクルの方はロードレース用みたいなやつはサスペンションがないのよ、その代わりだから、その路側帯みたい、路上歩道とかに乗り上げたりとか、ものすごい硬い犬のうんこ踏んだりとかした時にわーって何これ、何でできてんのこのうんこ、あ、これあれだ、犬がつい大理石食って出たやつだみたいな時にゴッドンっていうのがケツにすごい伝わるらしいから、どうしようと思ってたら、その中間ぐらいのもあるの、なんかそのサスペンションもついてんだけどレーサーのタイヤがついてるみたいのもあって、でそれが15万ぐらいなんだけど、 またチャリ神様のそのチャリ神通信によると、その今乗ってるチャリにそのいわゆるこうスリックタイヤみたいなの、いわゆるこうツルツルのロード用のタイヤを履くだけでもその感じはできるからみたいなこと言うんだけど、俺はほらはみんな知ってる C だよ、バカじゃないいいの欲しかったりもするんだよね、いいのがちょっと欲しかったりするので、あともう一個はいいの欲しいんだけど、かっこいいってことに異常な照れがあるわけで、いいやつはフランス製だってすると、俺が今その目つけたオートマのやつが22万で、オートマじゃないやつが15万ぐらいする、チャリで
でするのよ。すごい値段じゃん。スーパーカブ並みだから高いじゃんか。だけどその機能的に申し分ないのならばね、こっちとらそう金がないわけじゃないのない10円でも安い ADSL と契約をするけどもね、金がないわけではないの。若手芸人の借金はもう本当にあこんなことなら闇金に借りればよかったっていうぐらい取り立てるけれども、金はないわけではないんですよ。3万5000とか1回出れば6円から8円もらえますから、事務所が4円取ったって4、5円残る計算じゃないですかね。だからそのいいの買いたいなと思うんだけど、かっこいいの、かっこよすぎんのこれ。だからとりあえず俺が今思ってるのはその15万ぐらいの価格帯のやつを買って、であのね、あのアンパンマン号っていうのにこうミミって押すと、前のところドームの中に入ったバイキンマンとアンパンマンがぐる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 って回るやつがあるから、あれはつけようと思ってる。あれはとりあえずつけて、で横に三河屋ってでかく書こうと思ってる、ね、三河屋かあと盗難車って書こうと思ってる。そうした形で乗るのがいいかっていうのでね、今ちょっとねチャリはね迷い中なんですよね。でも買うよ。だってこれがまかりうまくいってチャリブームが本当画期的なものになったら絶対面白いこと起きるもん。絶対チャリなんてあのチャリのスピードで街を走ってないから、ナッツみたいなメットかぶってたよ。ナッツみたいなメットかぶって、でお母さんの手編みのスパッツをね、毛糸の、ね、レーパンレーシングパンツってのを調べたら俺のサイズのやつ3日あったんで、レーパン履いてね、高げた履いてシルクハットかぶって、おいでいてシルクハットの上にナッツみたいなヘルメットを乗っけてね、でそういうのやっていこうと思ってるんですけど、そうなんだよな。最後のところでなんか背中を押してくれる何かが欲しいわけ。15万の買い物だからね、15万の買い物を自主的にできるほど、こっちはね、あの昔の襖みたいな味のする貝を食ってた頃のことを忘れてはいないわけ、こっちは。そこなんだよな。ただな、でまた飽きちゃうとき飽きちゃうんだよね。で野球のバットもあの例のこうビヨンドマックスっていう3万ぐらいするバット買ったらいいんだけど、最初のうちはこう3万するんだから自分のからこうそれ悪いもののわけがないと思ってすっごい打っていくんだけど、あんま俺の体に合ってないっていうか、なんかわかんないけど俺の打ち方にはそんなには合ってないっていう結論が実は出てて、意外に使ってないんだね。意外に使ってなくて、しかも相手チームのやつが使うってことをさっぴいていくと、3万は無駄だ、無駄じゃないよ。無駄ではね、無駄なことは認めないけれども、あれでこうついたポイントで何球が6個ぐらい変えたから、無駄ではないんだけれども、あとでお前15万のチャリ雨ざらしになった時のショックのデカさ、無駄じゃないと思い込むのにはチャリって分かりやすくさ朽ちていくじゃん。乗らないチャリの朽ち方ってすごいスピードじゃんか。そうなんだよな。でそんな使わないんならビヨンドマックス売ってくださいよとか言われんのもムカつくんだよね。なんかこうなんか自分が無駄をしたっていうことを認めるようで、そこなんだよな。俺メッセンジャーになろうかな。ただ言っとくけど俺のメッセンジャーに速達はねえぜ。かっこいい。俺のメッセンジャーに速達はねえぜ。なぜなら薄のろだから。あとあの現金書き留めは取るぜ。伊集院光る深夜のマジから。うんこ漏れちゃう、うんこ漏れちゃう、うんこ漏れちゃうよ。全部コン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 帰ったコンコン帰ったコンコン帰った、ここはコンコン帰ってこないけど開けたら用具かよ。うんこすけど。さあ、本当にみんな本当に内緒にしてたけど薄々感づかれてると思うんだけど、もう頭が悪いね。オリはね、先週お知らせしましたけども、あのこの夏休みですね、まああのやることといえばエロ本で旬をするかね、エロ DVD で旬をするか、エロ DVD で旬をする自分をあのハイビジョンのハンディカムで撮ってエロ DVD に焼いてそれを見て旬をするかしかないっていう、そういう皆さんね。3番目の方はねハイテクの最先端を言ってますから、まあその事業に明け暮れていただいても構わないんですけれども、まああんま予定がないなっていうね、なんだろう、まあほら清里とかの貸別荘なんかをね、借りてね、こう女の子男の子まあ4人ずつぐらいでこうみんなでテニスをやったりとか、それからあと夜ね
こうみんなでこうちょっとお酒飲んで騒いで、ちょっと高原の風当たってくるわなんて2人ぐらいで消えてね。それでいて、さ、私のことどう思ってる？どう思ってるってどうっていう、いろんな意味があるからみたいなシチュエーションからの、なぜか器具を使った乱交パーティーを想像して主演をするぐらいしか予定がない人っていうのもいるわけですよ。なんで純愛から器具なのみたいなやつにうまいといつも合わせられるあなた、ね、ラッキープレイスはうどん工場。それじゃあですね、また脳が勝手に喋ってる状態の時はですね、半分ぐらいの耳で聞いてもらえばいいんで、その残り半分ぐらいでですね、やっていただきたいことがありますので、それをよくお聞きください。予定がない方あるんです。ジャンクとジャンク2のパーソナリティがですね、一堂に集まったジャンク、夏祭り。君はりこれ雑巾じゃねえよこれ、なにこれ、やっぱこれ動物だ、動物の死骸なんで、おなじみの夏祭りの方がですね、ございますございますよ、ございますよ、じったり何かは教えませんけど、今のテーマ曲がじったり何かなのは全然教えられませんけど、教えられませんけれども、ダメダメ、脳にこの口がついてたね。ですね、日付がですね、夏休みの終盤です。8月の29日の月曜日です。場所がですね、ドミニカカープアカデミーの第3グランドですね。ケサダが今ふて寝をしてるんですけれども、ケサダが一回こうメジャーに行くなんつってね、それでいてポスティングでメジャーに行ったいけど見やしねえみたいな、あのケサダがですね、元カープのケサダがですね、横でですね、すっかり太っちゃったチェコと一緒にですね、俺昔練習中に恥骨折れちゃったんだよみたいなさ、そんな話をしている。その場所が開けば、うまくケサダとね、チェコが立ち退いてくれればドミニカカープアカデミーでやるんですけれども、さすがにそれは遠いと、ね、もしくはもうケサダが日本人には心を開かないと、そういう場合にはですね、国内でございますね、藤井フミヤタワーの地下にですね、高木靴っていう靴がございますんで、高木靴っていうね、こう一面壁にヒゲが生えてるっていうで、わさ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 するあの靴がありますんで、そこにこうみんなで集まろうと思ったんですけれども、ここはちょっと高木が一人にしてくれって言ってるんで、高木との折衝にすごい難航しているということで、一応今のところ可能性が強いのはですね、東京の神宮外苑にあります、日本青年館っていうね、ところに、これすごいですよ、ジャンクとジャンク2のパーソナリティが全員集まってですね、ドン・キホーテで買った人をバカにしたような形のプールにぎっしり入りますからほぼ動けないような形でやりますんで、これ午後6時からです。午後6時から行われます。で、ここでですね、なんとですね、チケットの先行予約がですね、2分30秒後で始まります。なぜなら僕が意味のないことを喋り続けたからです。壊れたレディオだからです。このイベントを見に行きたいという方、先行予約の受付番号をメモってください。0570-02-9970 0570-02-9970 チケットは1枚954円になります。1時30分になる前にフライングでかけてもですね、お前早えよこのチンカス野郎、なんか文句あんのか、え、最近ピアノ表紙の絵が似てなくて誰だか分かんない人がいるせやだろ、じゃあお前は予約するなお前はみたいなことを言われるだけですから、1時30分きっかりになったらですね、かけていただきたいと思います。この電話が、万が一混み合ってチケットが買えなかった、先行予約ができなかったとしても、死のうなんて思っちゃダメだお前な、チケット買えなかった、先行予約ができなかったとしても一般発売があるから一般発売がありますから、それに関しては普通だよ説得ってのは一番効率的なのをやるべきだから、あ、そっかそっか、一般発売があるからいっかみたいなことで全然大丈夫だと思いますんで、1時半から2時30分の1時間の間ってことなんで、これまた2時半超えてからその電話をかけたところで、おっせえなお前、何やってもおっせえなお前な、知ってる、お母さん恥ずかしかったよ、幼稚園の時ならマーチの更新ね、あんたね、マーチで一周遅れになるバカあんただけみたいなことを言われますんで、それだけはもう気をつけていただきたいと思います。このイベントを見に行ってやってもいいよという方、もしくは、自動音声ガイダンスでもいいから女性と話がしたいという方、そういう方やめてください、そういう方ぜひ天気予報や地方ってやつがありますんで、そっちの方でですね、何照れてんのみたいな、そういう感じの会話 と、向こうから台風が近づいてます
ますみたいなやつの繰り返しで頑張っていただきたいと思います、残り30秒ですね。残り30秒で始まります、1時30分からジャンク夏祭り8月29日月曜日、日本青年館で午後6時からのイベントです。大変申し訳ありませんが有料になっております。1枚チケットは954円です。1枚チケットは954円になっております。あ、10秒まだ、急げ急げ急いで、もうこれあとやばい、5秒前、5秒後には急に外に出てお母さんって言え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 、言うな言うな言うな、スタート支援なんじゃこりゃ。いやー、お知らせしたばかりだというのにもかかわらず、ジャンク夏祭りの先行予約の電話の方ジャンジャン鳴っておりますなんていうことをみんな言うんでしょうけれども、ここで鳴ってるわけじゃないから分かりませんわな、そらな。一応電話番号もう一回言っておきます。受付電話番号は0570-029970 0570-029970。チケットの方は1枚954円になっております。時間はですね2時30分までです。あのかけただけじゃなくて、あのまずガイダンスに従わなきゃ。ガイダンスは絶対ですから、ガイダンスってのは憲法より上を行きますから、ガイダンスの言うことは全て絶対ですので、チケットをご購入の方はキックトントンキックトントンターンみたいなやつも全部家でやらないとダメですからね。それだけは守っていただいてですね、8月の29日の月曜日、東京神宮外苑にある日本青年館で午後6時から、ジャンク夏祭りの方が、行われます。あの当日は全員広島カープの帽子をかぶってきてもらいたいということなんで、それだけはですね無視して全然かぶんないで、もしくは無視すんなちょっと怖えな伊集院さん言ってたしっていう人はシカゴカブスの帽子をかぶって、なんとなくっぽく見せるか、まあ、シンシナティレッズの帽子もっぽいです。あ、ちなみに今ですね繋がりにくくなってるらしいんですよね。ガイダンスと呼ばれてるおばさんが一人で撮ってますから、その上ねちょっとね若者言葉が分かんないらしくて、あーあーって言ってますから、ずっとあーって言ってますんで、それに関してはね、でおばさんも若い男と話ができるってすごい弾んじゃってるらしくて、どうなのやっぱり日焼けしてる子とか見るとやってるなって思うのなんて聞いてきたりしてますから、そういう意味では一人一人とはそのおばさんもセンス変だけどな、年いってるわね、そのおばさんも随分センス変なセンスはしてるけれどもな、ね、最近石原都知事になってから飛ばすのパスもただじゃないのなんて言われちゃいました。へえなんて言わないとね、そこで一つ転がすとでも格安ですよねなんて言っちゃうと長いよ一人一人がね、でいてしかもあお鍋吹いてるって電話切られちゃったりしますから、夜何茹でてんだこんな真夜中に何茹でてんだガイダンスお前。もしよろしければ、もうせっかくのイベント、ジャンクを上げてのイベントですのでお電話ください、お待ちしております。それじゃあですね、コーナーいきます。渡辺校長の平成ハレンチ学園。校長、まあ我々がねいろいろこう若者の異性との接し方について厳しく厳しく指導をしてまいりましたが、あの時は夏でございますんで、最近の流行下にも夏は心の鍵を鍵の救急車に持っていき、あーこれピッキング防止の鍵だからおじさん作れないわって言われて何でもつってねみたいな感じのね、まあでもここまで合鍵が作れねえっていうことは泥棒も合鍵が作れねえからいっか、さてどこで寝ようなんてことがございますけどもでやっぱりこの夏はね、あの自分の中では男同士でねこうみんなでねその海に行って、で行く途中にこういう風なきっかけで彼女できたりすんだぜとか、それからあとこうあのオイル塗ってって言われたらどうするとか言いながらもね、近藤くんが行ってで即サンゴのかけらで足を猛烈に切りあわわあわわなって即帰宅みたいなね、これはギリギリセーフですよね。あこれ想像したらもうダメですか、定額ですか、これ近藤くん足切っただけですよ近藤くん猛烈足切っちゃったんですよ、
すごい切っちゃったんです。泣いちゃったんです。高校2年生なのに泣いちゃったんですよ。高校2年生なのにサンゴで足切って泣いちゃう、ワン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 泣いちゃって、でそれですぐ担ぎ込まれた上に、近藤くんのお母さんすっごい過保護だから、今すぐ利光を連れて帰ってきてなんつって、でしかもその近藤くんは28で死にました。しかも実はです。さそれじゃあですね、みんながですね、おいじい笑えねえぞって思ったところでですね、笑いとかじゃないですか、ここは指導ですから、行きましょうね、どんどん指導していきましょう。今例に挙げたようなちょっと想像しながら男子同士で海に行く時点でも高速違反ですから、多少の高速違反になってるところですから、いろんなことありますんで、じゃあ皆さんの経験談いきたいと思います。ペンネームいぶし銀の一番バッター、中2の頃、僕がいた卓球部は弱小で剣道部と場所を半分に分け合って練習をしていました。そんなある日練習していると剣道部の方にボールが飛んでいってしまったけど、運よく剣道部は休憩中だったので誰もいない、道着だけが置かれていました。しかし、近づいていくとなんと入ってしまったのは女子の道着の中のご様子。どうしよう、撮っているところを見られたら即変態扱いになってしまうと悩みに悩みましたが、誰も見ていないので道着の中に手を突っ込んでボールを取りました。なんか中が生温かくて、乳首取ったりっていう感じがしました。定額1週間。まあね、乳首取ったりって思わなければ定額までいかなかったかもしれないですけども、でかいし、全体その大きさとして全然でかいですからね、完全にどうしよう、変態扱いされてしまうって思いながら膨らませちゃってますもん、頭の中でね、その取ったところで道着の中で。ああ、あのさ、俺全然勘違いかもしれない、赤い道着はある女子のやつ、それともあれ段位で違うの、なんかこう胸のこう胴みたいなやつが赤いやつってなかった、俺あれ女子の道着なんだと思う、今の今まで。うち剣道部室みたいな剣道場みたいなのがあってさ、それで剣道場に行くとさ、なんかこう赤い道着があるわけ、驚愕で、赤い道着ってこれ女子のなんだなと思ってよく着てたよ、ね、ちょいちょい着てたよね、うん、あ、赤道すのすけって男子だからあんま関係ねえのか、あーなんかすごい俺大事なものをすごい大事なものをすごい失っちゃった感じすんな、感じすんな。でさ俺さ、その剣道部なんか入ったことないんだけど、授業で剣道あるわけで、そうするとほら防具とか買わないからさ、その据え置きのやつをやんだけど、たまーにすっごいいい匂いする面とかあるのね。まあめった打ちだよね、もうそんなことになった日にはめった打ちですよ、それは剣道部のね、安住くんっつったかな、安住くんっつったかなから多分めった打ちだったんですけど、まあ本望でしたね、すごい本望でしたけどね、なんだろうなあの剣道着ってエロくね、いやいや、あの試しに言っただけで嘘だよ、全然それはリズムで言っただけでエロくはない、エロくはないね。校長さ、校長、いつも僕あの教頭が何か発言すると一人ぼっちになることがあるんですよ、この狭いね、あの 5,6 人の仲間でやってるはずのラジオの中で、剣道着はエロくないです、エロくはないんです、エロくはないんですよね、コテも全然エロくないですよね、コテだけでもエロくないですか、コテだけでも全然エロくないですよね、それじゃいいです、大丈夫です、大丈夫です、それはもう多分エロくない、いや引っ掛け問題ですから、これはコテもそんなにエロくはないですよね、エロくはないですから、コテの匂いを嗅ぐのはおかしいですよね、おかしいですよね、そう、俺それが教頭として言いたかったんですよ、コテの匂いを嗅いだところで何の得もないでしょうと、そう言いたかったわけですよ。あれはなかったですか、着替えの時にパンツの上のところにコテをこう刺してすごい巨大なチンチンみたいなやつ、もうそれはこれあるあるネタではないわけですよね、それはね、それは違います、そういうことはないっす全然ないですから、何の問題もないですし、剣道というのは神聖なスポーツなんだなっていう、知ってた人がいたら嫌だなっていう話をまた一つフォローさせていただきました。そう、それじゃあ続いてはですね、ラジオネームうんこな、ズンズリハレンチチキバン、ズンズリハレンチチキバン、ハレンチ学園なんでもある。中3の時、私の母は大のディズニーマニアで、母はいつもディズニーグッズを買い集めていました。次第にエスカレートしていき、ついにミッキーとミニーが写っているトランクスを買ってきて、ハケハケと強制してくる母でしたが、さすがにこれはハゲないとしまい込んでいました。しかしある日のこと、雨続きで他のパンツが全部洗濯中という日があり、仕方なくそのミッキーとミニーのパンツを履いていくと、その日は体育があり、案の定友人に見つかり、クラスの笑い者になりました。
しかし昼休みのこと悪友からミッキーパンツの話を面白おかしく聞かされたうちのクラス一可愛い E さんをはじめとする女子たちがミッキーとミニーのパンツ見せてと迫ってくるではありませんか。よっぽど見せたいと思いましたがギンギンになってしまい見せることができませんでした。あ、残念、残念じゃねえや、なんか女子たちも残念がってたはずです。定額1ヶ月。あー、なんかね、こういう時に明るいやつって面白トランクスを女子に見せられたよね。俺らの頃はなんかね、あの長谷園のトランクスとかああいうの流行ったんですよ。あのちょっと面白のトランクスのデカパンなんだけど面白いやつがあって、そういうのを平気で休み時間に女子に明るいやつって見せられるんだけど、もう何、白ブリーフではないっていうこと自体がものすごいドキドキだから、見せることももちろんできないし、じゃあ白ブリーフなら見せられるのかって言ったらなおのこと見せられないじゃないですか。そういう意味じゃすごいことだよな。ああいう時って男子のモテ組って軽くさらっとエロギャグとか言えるじゃん。なんかこう若者らしいやつがなんかミッキーとミニーはいいんだけどピノッキオがよ、ピノッキオが今嘘ついて言えねえよそんなこと。それ言ってるやついたらアホだよそれ、完全な、もう、ペンネームスムズム中学生の修学旅行で京都の33間堂に行きました。33間堂は廊下が板でできています。長い廊下のつなぎ目に黄金に輝く鉄板を使っています。そんなわけ33間堂行った気すんだから、その鉄板をよく見るとなんと女子のスカートの中が鏡のように反射して見れるじゃないですか。僕と仲のいい仲間5人で他の人員を全てキャンセル。入り口で可愛い女の子が来ると床を拝み続けていました。半日33間堂にいたのになぜか煩悩が増えていました。お前は退学じゃ。校長のバランスが分かんないですよ。退学なんですか。修学旅行でもっとエロいことしてる人とか絶対いますよ。僕今覚えてるんですけど、なんかこう修学旅行で京都をずっと歩いてたら、クラス行動で歩いてたら井上先生っていう 女の先生、英語の先生がいて、でその女の先生も入った場合23歳ぐらいの先生で、今考えたら大して可愛がなかったんだけれども、まあなんかこうそういう意味じゃこう女の子キャラの先生なわけで、その先生を、小西くんっつったかな、俺高校あんま行ってねえからあんま覚えてないんだけど、小西くんっていうお調子者がラブホテルの前を撮った時にふざけてドーンって突き飛ばして、ラブホテルのその中にヨロヨロってその女の先生が入ったら、そこでね、なんか女の子座りっていうの、なんかおばあちゃん座りっていうの、こう足をこうあの正座のペタって広がったみたいなやつでワンワン泣き出しちゃって、なんかそれを小西くんがごめんなさいごめんなさい本当先生すいませんって言って、あやすってかこう斜めてるのを見て、もうなんかおちんちんがカチンカチンになりましてね、なりましてね、私ね、なりましてね、作り話、完全な作り話、創作童話ですよ、創作童話なんですよね、そういうおとぎ話なんですけども、いやそれが修学旅行の唯一の思い出。高校の修学旅行行って、俺もその時落語家の修行を始めて学校行ったり行かなかったりなんだけど、修学旅行行こうかなと思って行って、で行って、そうするとさ、みんなさタクシー乗ったぐらいではしゃぐわけだけど、俺さ師匠の命によってタクシー乗ったりとか、タクシーを捕まえてきて乗って全部指示したりとか、あとその新幹線とかも自分でチケット買って営業先に行かなきゃならなかったりする生活をいつもしてるから、全然新鮮見ないわけ。そういうことに関して新鮮だったのは、あの井上先生、小葉監督と同じ清成校高校の出身だったってことも含めて、俺学校の先生なんかほとんど覚えてないのに、その井上先生がラブホテルの前でペタンと座ってシクシク泣いていて、それをごめんなごめんなっつってる姿が、おう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 ですよね。もうそれがすっごいよく覚えてますけど、ガラスの向こうでは全然それ何がエロが入ったのかが全然わからないみたいな。お前らは、ああじゃあこういう選択肢がありますよ。死んじゃう、1死んじゃう、さあ一択ですということで、まあ校長が厳しいせいでですね、校長そんな厳しくしないでくださいよ。だからみんな校長に怒られると思って書いてもらうなっちゃいますから、この夏ね、あの自分は全然いいことなかったと思っても、校長に比べれば全然いいことがあったっていうケースございますので、どんどんメールとおはがきお待ちしております。でさあらら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 らでさあびっくりしましたよ。でさあなんか足が思うように動かなくなっちゃって、さ殺されるってやってくれましたよ。でさあそのワクチン薄い薄い、さあ
泣き毛の入っちゃうね。殺されるって。深夜のバカ力から。なんかすごいことになってるね。今ファックスもらったんだけど、1時33分に繋がりましたが、受付は定員数に達しましたとのガイダンスが、3分で売り切れ。あ、多分なんか、あのね、各番組割り当てみたいな数で先行予約が決まってて、だから明日も明後日も多分番組中にあると思うよ、あって。今日の、あの、ジャンク2はないの。今日のジャンク2も笑い飯分っていうのがあるのね。で、まあもちろんその、まあ一応何々分ってなってますから、その笑い飯のファンの人は、その笑い飯のところでも先行予約ができるっていうのと、あと全部こうある程度先行予約が終わったところで、それで、その、普通の販売があって、一般発売があって、さらにその後に、俺がカラリオですって偽造券がすっごい出回るからびっくりだよ。同じ石板のやつだから、そこのところみんな縦に肩車をすごいすることになるから、そのカラリオ分っていうのは腰に力あるやつ、腰に力あって体重軽いやつしか受け付けないけれども、そういう形でありますので、どうもありがとうございました。ここは素直にどうもありがとうございました。じゃあ一回 CM を入れたいと思います。じゃあ何ですか？じゃあ路上で裸になっちゃいけねえって、そういう法律でもあるんですか？歩こう、歩こう。バーレーン、野球場からバーレーン、こういう法律ではあるんですか？あるんですか？そうですか、すいません。小話を一つ、スタイリストと芸人の会話。ある日、テレビ局の楽屋でスタイリストが、伊集院さん、伊集院さん、あの一番新しいコスモポリタン見ました？たら芸人が、読んでると思う？すいません、なんか落語リハビリ。あ、別にオチとかないですよ。どっかがすごくシャレになってるとかそういうのもない。そういう落語をやりたいゲノゲですからね。落語っていうのはもともとこう日常の報告をちょっと面白めに言うみたいなことだって落語なんですからね。まあそれが全く会話がなくなりましたね、スタイリストと、ね、読むかコスモポリタン。でもコスモポリタン見たら、長谷川京子の二の腕がすげえ太くなってるっていうところを報告したかったらしくて、それは楽しかった。それはすごい楽しかったんで、スタイリストさんにちょっと謝ろうと思ってる。さあ、まあ今でこ そテレビ局だスタイリストだなんて偉そうなことをタレント気取りで言っている伊集院光でございますけども、元々の流れはというとですね、まあ明治の大名人三遊亭圓生ね、その直系の三遊亭圓楽、その直系の三遊亭楽太郎の流れを組む古典落語家だったわけですね。自分の勉強会、まあ、いわゆるこうライブですよね。自分の落語会でですね、キックボクシング大喜利っていうのを企画しましてですね、タイのキックボクサーを5000円で雇ってつまんないことやるやつを蹴るっていうのをやったらですね、それがまあ大目玉ですわ。寄せ若竹の寺田支配人から、大目玉でですね、少し泣いたなんて思いでもございますけれども、まあね、もう落語に何の未練もないはずだったんですけれども、最近になりましてね、落語ってよかった、あれは日本人の心なんだっていう風にね、思い返すことがしばし。またブームで儲かるらしいという噂を少し、いただきまして、落語の世界に関してももう一回、考え直してみたいと思ってるんですけれども、なんせね、あんだけの猛稽古を師匠につけてもらった落語の数々をもうほんと忘れてるんですよ。でそこでですね、落語に詳しい皆さんから僕の忘れてる落語のストーリーを教わるコーナーです。今週はですね、馬やかじっていう落語ですね。私が覚えてるのは3箇所だけです。なんかね、こうね、うまいやり方で女が男の愛を確かめるっていう、そういうシーンが出てきたはずです。そして2つ目のポイントは、なんか大事なコレクションが出てきます。で、3つ目のポイントは、途中でね、こう偉人のエピソードが出てくるっていう、この3つなんですよね。いっぱいこうメールとかおはがきとかいただいたんですけど、中にはね、なんかね、こう年上の髪結いの奥さんで、あんまこう綺麗じゃない奥さんが兄貴分のところに相談に来て、うちの亭主が私のこと好きじゃないんじゃないかみたいなことを言ったら、兄貴分が中国の孔子っていう人がすごい馬を大事にしていたんだけれども、そのいざその小僧さんのお弟子さんの不始末で馬屋が燃えちゃった時に帰ってきて怒られると思ったら、お前は大丈夫かいって、
馬が死んでしまいました、馬なんていいんだよ、また飼えばいいんだからお前らが無事ならっつってくれて、いつもは厳しいのに本当は弟子に対して愛のある人だったなって感心したと。だからそれをこう題材にとって、家帰ったらその旦那がこうコレクションしている瀬戸物があるから、その瀬戸物を持ったまま転んでみろと。でその時に皿は大丈夫かっていうか、お前大丈夫かって、お前大丈夫かって言うなら、普段は嫌な態度をとってもお前が本当に好きなんだから大丈夫だとね、だやってみなっつって帰ってきてやるわけですよ。でそうするとね、倒れた途端に旦那のその亭主の方がお前大丈夫かって言うわけで、私のことそんなに大事だったのかいって泣くんだけど、その亭主はいやお前が怪我でもしてみろ、明日から遊んでて酒が飲めねえって言うっていうね、こんな嘘っぱちのストーリーを書いてくるやつが全然面白くない、全然面白くない、そんなわけはないですね。それはですね、全部シュレッダーにかけてですね、ちょいちょいとめんつゆをつけて食いました。これじゃあですね行きたいと思います。だってうまいやり方で女が男の愛を確かめる、大事なコレクションが出てくる、途中で偉人のエピソードが出てくる、これをクリアしなきゃまずダメですからね。これじゃあですね、ペンネーム猪木、ちょいとハレンチなデイクの三吉は今日も秋葉で妙な偉人さんから購入した DVD で主演三昧来る日も来る日も抜きに抜き、しまいには東流からいただいたありがてえ大工道具も新しい主演にしか使わねえ天で困ったもの。そんな三吉にも嫁がいて、この嫁のお船がすこぶるのブサイク。三吉としては見ただけで萎える。このオフなとて毎日毎日変わった趣向の DVD を見ては、道具を使ったオリジナルの主演の亭主を見て、あたいは本当に愛されているのかねえと疑問に思うも無理はない。そこでオフな三吉が大事にして自作のタンスにしまい込んだ DVD コレクションに iDVD で一工夫何も知らねえ三吉は DVD を再生、いそいそとふんどしを外してびっくり、画面にはオフなの顔面がびっしり。これは何かの間違いだとタンスから次から次へと取り出しては再生、取り出しては再生を繰り返すものの、画面に映るのは目標のポーズで誘惑するオフナ、あややのような衣装とダンスのオフナなど、数々のオフナの地帯が。これで三吉さんが主因をぶっこいてくれたら私を愛してるってことだわと期待するオフナだが、待っていたのは当然鉄拳制裁こんなもんで抜けるわけねえだろうなとなじられまくったオフナもついに爆発。あんた何言ってんの、あの巧妙な男優のミートボール吉野さんはね、グレート義太夫のケツでもギンギンになれると言うじゃない偉人の話ねこの一括が聞いて、義太夫よりはマシだってメスだからと三吉は心を入れ替え、主因は今までの半分の週4日計16回に減りましたとさ、お後がよろしいようで。いい話だね。ちょいちょい違和感のあるワードが出てきたけどね。あのね、あんま落語の中に鉄拳制裁ってことは出てこないの。あんま出てこないですよね。原稿で殴ったとか言うでしょ。ね、原稿でしたたか殴ったって言うでしょ。でもそれぐらいはな、現代語に訳して書くこともあるからな。まあ、強いて言えば IDVD かな。IDVD。IDVD 使ってうまくね、焼き直したんだろうね。これ頑張ってね。でもだってちゃんと出てきたでしょ。要するにあれで主演をすれば自分のことを愛してるんだってオフナは試してるわけですよ。あと偉人も有名な AV 男優のミートボール吉野さんが言うには、義太夫のケツでもかけるって言ったって言うじゃない、出てるじゃない。でいてあともう一個コレクションも DVD のコレクション出てきますから、これほぼ本物で、あこれ確か円楽師匠やってたかな円楽師匠やってたような気すんな。続いて血海亭千鶴師匠からいただきましたね。血海亭千鶴こと返上。江戸の町を騒がしたストーカー女お菊は、長屋の隣に住む安五郎に思いを寄せて、恋文を大量に送りつけたり、近所に私は安五郎の婚約者なんだと勝手に触れ回ったりと、毎日情熱的なアタックを繰り返しているが、どうにも安五郎の反応はいまいち。業を煮やしたお菊は、安五郎が大事に集めて育てていた錦鯉を遺伝子操作で
巨大怪獣カープゴンにしちまったから一大事。江戸がカープゴンに地獄絵図と重ねれば、きっと安五郎は愛する私のことを救いに来てくれると信じていたおきく。しかしいくら遺伝子操作したとはいえ、所詮は恋。水がなければ死んじまう。甲州街道あたりでビチビチしてたかと思ったら、パクパクした上にあっさりドバッおだぶつ。首謀者のお菊は幕府の手で火炙りの刑に処されることになったってわけだが、このお菊、最後の最後まであのジャンヌ・ダルグだって火炙りにされた、そう私は江戸のジャンヌ・ダルグなどとほざいてやがったというから気持ちが悪い。潮干狩りで引っかき回された干潟みてえな面してよく言うよ。ああお後がよろしいようで、よろしくもなんともねえよ。そうですよね、ほらストーカーっていう言葉に違和感があるから落語をあんま知らない、その構成の渡辺くんはストーカー、またあれか、3つの項目だけで新聞を作る遊びかみたいな顔したかもしれませんけど違うんですよ。ストーカーっていう風な英訳をした方が今聞いてるリスナーに分かりやすい。横連棒ですよ。横連棒っていういい言葉があるんだ。横連棒してた江戸の町を騒がした横連棒なお菊はですよ、普通じゃないですかね。他は一切大丈夫でしょ。遺伝子操作江戸もやってるって、似たようなことはやってんですって。絶対江戸の頃なんて無茶なことやってると思いますよ、おそらくね。幕府がすっげえもう無茶なことやってます。大丈夫、大丈夫ですね。ちゃんとあれも出てきてるもんね、あの偉人の話、ジャンヌ・ダルク。続いて、ペンネームクッキング小早川。初体を持ってもうじき1年になる熊と女房。ところが最近熊の様子がどうもおかしい。どっかで浮気でもしてるんじゃねえかなと嫉妬に駆られた女房。それともなく探り出そうとするが、熊はとぼけて知らんぷり。そこで女房が名打ての悪代官に相談すると、心優しい悪代官は熊を徹底的に拷問にかけてくださった。ハケで乳首をさすりながら金玉袋を破いたり両耳にでかい万力をぶら下げたままマカレナを踊らせたり、ピタゴラスイッチを楽しみながら最終的には祈祷に3万ボルトが走ったりじゃ。さすがの熊もひとたまりもね。散々いたぶられた末、3日後にとうとう浮気の事実を吐いちまった。あとついでに自慢の春画のコレクションの隠し場所も吐いちまった。愛人と別れさせられた上、スカトロにこだわって必死に集めてきた春画コレクションも奪われちまったクマ。このままじゃどうにも腹が収まらねえ。そこで物知りの隠居のところに行き、隠居、なんかこのむしゃくしゃを収めるいい考えはありませんかね。すると隠居、いいかよく聞けクマよ。昔メリケンにニュートンという偉い人がいてな、ニュートン、そのニュートン偉かったんだが、うっかり屋で、ある日パジャマのまま教壇に立ってしまったことがあったそうな。おお、それでそれで、え、おしまい。え、なんだそれお前。てめえのクソ雑学肥料して下り顔じゃねえか。しかもそれまんま学研の漫画電気辞典に載ってたし。溜まっていったストレスがとうとう爆発したクマは、ピタゴラスイッチを隠居に設置し高みの見物。イライラが収まったクマ、あーなんだかすっきりしやした。さすが物知りのご隠居だ。ありがとうございます。お後がよろしいようで。僕はね、すごい好きな言葉があるんです。心優しい悪代官はっていうところがすごい好きなんです。もう悪代官じゃないじゃん、もうそうなっちゃったら。心優しい悪代官は徹底的に熊を拷問にかけてくださったんですよね。そういうことですよね。あのこの拷問をしても、そのいや俺はそんなことやってないって言えば、神さんのことを愛してたってことですからね。そういう、そういう試したんです、この拷問で試したんですけれども。っていうか分かりませんけど、僕浮気してなくても言いますけど、ほんのね、浮気してるって。だってこうハケで乳首をさすりながら金玉袋を破かれてますから、これ相当痛いんですけどね。でもまあ落語っていうのはそういう残酷描写なんかも意外にありますけどもね。あとまあ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 強いて言えばですよ、こう全体の流れで流れの中で偉人の話を無理にぶっ込んだ感はすごい。無理ぶっ込みの感じはすごいあるんですけど、まあでもあれですよね、うまい言い方できませんけれども、あっちの方のあの公衆云々っていうのも無理ぶっ込みの練習しますから、全然大丈夫。無理ぶっ込みで、そういうのあるんです、そういうのあるんです。ラジオネーム主任運転士馬やかじというお話。とある夫婦のお話でございます。
夫は金時計を売って妻に髪飾りを買い妻は自分の髪を売って金時計の鎖を買いました。でも夫には鎖をかける金時計はもはやなく、妻には髪飾りをつける髪がございません。気まずい雰囲気になるこの夫婦、この状態を軽快なトークで切り抜けられないようでは二人の愛は本物ではない。そう思った妻がポツリ、時計って言えばヤンキースの松井って趣味が時計集めとか言ってるけど、昔トースポの取材で AV コレクションって言ってなかった？大爆笑の二人。そして夫が一言、推しを学ぶとかいう偉いアーティスト様のお言葉で、歌手と俳優を両立させてるやつはいねえ、両方中途半端だってのがあるんだ。俺たち夫婦だって完璧だってことはないのさ、とまたもや笑いに包まれる二人ということで、互いに夫婦の絆を深めたという馬やかじの一石で、ございます。これはちょっと疑問がいいかな、こんな推しを学ぶ言ってねえだろ推しを学ぶがそんなに足元見えてるかわかんねえけどなあ、推しを学ぶとかいう偉いアーティストで推しを学ぶを偉人に下で上げることもどうかとは思うけども、これちょっとグレーゾーンだな。歌手と俳優を両立させるやつはいない、両方中途半端だってあと大筋の流れがなんか聞いたことある、他の古典落語か、他の古典落語だからねじゃあですね、ラジオネーム恋するおぶっ様。私ね、思うの、愛って形にできるものじゃないじゃない。でもさ、石田純一は言ったわ、愛する人が喜ぶ顔が見られるんだったらお金なんていくらかかっても関係ないじゃないって。あ、そうそう、余談なんだけど、私エルメスのバッグをコレクションしてるの。でも最新作がまだゲットできてないんだね。え、あなた私のこと本当に愛してる？蹴られましたとさ、お後がよろしいようでそんな短い話そんな短い話、うまやかじって独演会の最後の最後とかにやるよ。で、石田純一とか、あとのっけから何の前振りもなく、あたし思うのねみたいな感じのやつから入ったっけまあでもクリアポイントは、うまいやり方で男が女の愛を確かめる、ありましたね。だってそうですよ、これ、本当に愛してんなら買ってくれってことですからね。でいて、途中で偉人のエピソードが出てきますよね。石田純一のエピソードが出てきますから石田純一がさ、ネタで一生懸命さ、長谷川京子のことを振ってるんだけどさ、そのコスモポリタン見ても何でもそうだけどさ、長谷川京子が歴史から完全に石田純一っていうブースターを切り離したのはちょっと面白いなと思いますけど入ってんじゃん、石田純一の言葉が入ってて、あとコレクションもエルメスのバッグのコレクションが入ってるから短いやつがあんのよ、そういう落語っていうのは一部線香即席話とかつって、線香が一本燃え尽けるまでの間にその落語を一本喋り切るっていうのがありますから、これ全然あり得る話ですよ、これはね。まあもちろんこれですよ、線香が燃え尽きるよりも全然早いですけどもね、あの変な話ですけども、あの煙幕玉の導火線が終わるまでよりも全然早いですけど、まあそれはそれでね、そういうのもあんのかもしれないです。じゃあラスト、ペンネームケツカイテイチドロこと便所師匠です。神結のおさきがご隠居のとこに相談にやってきた。というのも、近頃亭主がどうも自分に優しくない、優しくないどころかガンマニアの亭主はワルサーがどうだとか、スミス&ウェッソンがあれだとか、グロックがなんだとか、銃のコレクションにぞっこんで家にはビタ一文入れやしない。するってえとお前さん、亭主が自分にまだ気があるのかどうか確かめてってことだな。ご隠居の問いかけにうなずくお先。おお、そいつは簡単なことだ。何、お前さんが誘拐されちまえばいいのさ。誘拐なんて恐ろしい。いいからいいから、話は最後まで聞くもんだ。誘拐っつっても自作自演よ。犯人役はデイクの熊五郎にでも頼めばいい。そしたらお前さんの亭主のことだ。大事な鉄砲を持って助けに駆けつけら。そこで熊五郎は亭主にこう言うわけだ。おいおい、女房の命が欲しければ銃を捨てろってな。もしお前さんのことを大事に思ってるんなら、亭主は銃を捨てるはずだ。さすがはご隠居、亀の甲よりなんとやら。早速大詐欺、ご隠居、そして熊五郎の3人で自作自演の誘拐作戦を実行に移すことになったわけだが、どうにもこうにも様子がおかしい。いつまでたっても亭主は現れねえ。確かにお先を誘拐したと置き手紙を残したはずだ。
やっぱりあの人は私のことなんて何とも思ってやしないんだね。お先がそう漏らした時、どっからともなく地獄の黙示録のあの曲がバンバラババババババンバラババババンバラババババンバラババ。ふと 空に目をやると、ワーグナーを響かせ現れた一機の攻撃用ヘリ。バラ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 。お前の天使だ、お前の天使だ。あんた来てくれたんだね、あんた。偉大なるハートマン軍曹はこう言った。逃げるやつはペトコンだ、逃げないやつはよく訓練されたペトコンだ。ジャキーン、ババ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 。20ミリ機関砲が3人目がけて火を吹く。ギャー、お先、ご隠居、熊五郎よ、さらば近日公開。そうそうそう、こんなあのね、舞台袖で三味線を弾いたりお囃子をやったりするのは下座さんってい いうおばあちゃんたちがやってるんですよ。この人も師匠なんですよ。すごい上にも他のもてなしを受ける方なんですけど、あの人たちが三味線でジャンチャカジャンチャンチャンチャジャンチャンとトンチキチンチントンテシャンって弾いて出てくるのを思い出した。それでいてケントフリックみたいな感じでブラ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 っていうのを立会楽章がやってるのも思い出したんで、さあ、それじゃあですね、ここで一曲挟んでですね、今日の本当の馬やかじをと、新しい定号屋号名前を発表します。モーニング娘。で色っぽいじれったい。さあ、ということでいろいろ見たんですけども、どうやらね、ほとんどの馬やかじが偽物ですよ。知ったかぶりですよ。落語も知らないにもかかわらず適当な文章をでっち上げて採用ですよ。それはね、もう深夜のバカ力カードの発想はもう今しちゃいましたから取り返すことは全然できないんですけれども、その中でも本当の馬やかじを僕に教えてくださった師匠はですね、ペンネーム猪木師匠ですよね。お船が IDVD を一工夫して亭主のことを試すっていうね。そうなんですよ、IDVD を上手にね、手ぬぐいとこうセンサーじゃないですか、センスを液晶画面、手ぬぐいをキーボードに見立ててIDVD を使う仕草をすごい勉強したのを覚えてますから、この猪木さんにはですね、もちろん深夜のバカ力からカードと、さらにはですね、産毛やダカナブンっていう名前を差し上げますんで、産毛やダカナブンを名乗ることができますので、名乗って何かってみんなに言われてください。さあ、で新たに来週また思い出したいのがあるんですよ。これ芝浜っていう、これすっごい落語があるんです。これはもうね2時間近くある話なんですよ。でいてもう変なし、芝浜をやりますよっていう風に名人上手っていう人が言うと、もうあれは聞かなきゃいけねえだ、誰の芝浜はいい、彼の芝浜はいいって言われるようなもう有名な話なんですけれども、内容がどうしても思い出せないですよね。断片的には覚えてますよ。僕らと一生懸命修行したんですから、今日みたいに馬やかじだって好きな話ですから、ちゃんと書いてくれば思い出すんです、きちんと。ね、確かね、お金を拾うんです、どっかで、どっかで、ね、芝公園とか今ある芝のとこが浜辺で、芝の浜でお金を、あ、違う話だ、違う話だ。これ違う話と全然違う話だ。あれだ、ゴリラ侍だ、それ。お金を拾う。それとあと、夢が、こう、夢がね、なんか出てくるんです。夢がキーワードになってて、なんかこう、全体的にこの夢っていうことは絶対、なんか、なんだったっけなぁ。確か拾ったお金を亭主がすごい使って、このままじゃまた働かなくなるから、夢だってことにするっていう狂言を神さんが仕込む。ミスユニバースになりたいだ、どっちかだと思うんだけど、あ、違うかな、両方も、両方とも違うかな。で、最後のオチはちゃんと覚えてるんです。何か飲み物を飲もうとするんだけども、飲まないの、飲まないでうまいこと言うんだよね、うまいこと言うの。飲み物が何だったかは思い出せない。酒を飲もうとしてやめて、よそうまた夢になる。なんだこりゃ。面白くもなんともね、こんなことのわけがねえ、やんなもんはな。あれだ、あれあれ、パイゲンシーを飲もうとしてやめて、パイゲが伸びちゃうかもしんないな。ダジャレ、ダジャレ2時間やって最後、ダジャレ。
ないわ。ということでですね、ラジオを聞いている落語通の方、もしくは円楽師匠、ぜひ私に本当の話を思い出させてください。言っときますけども、3つのキーワードを絡めて適当な新聞を送ればいいんだろうなんていうことを考えてるなら、あなたは破門です。はがきの宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から落語リハビリの係まで、パソコンと携帯電話からも投稿できますんで、どんどん僕に落語を教えてください。月曜ジャンク一丁院光る深夜のバカ力、ドラえもん空を自由に飛びたいな飛びたいな飛びたいな、はい、アッパースイング気味にケツバット、はい、バシなことやるね。音楽は記憶のポストイット。街角で耳にした古い流行歌が僕の青春の1ページを開きます。青春時代ミュージックボックス、お相手は伊集院光です。いやー、夏本番ですね。前の夜に買って部屋に置きっぱなしだった焼肉弁当が腐り始めた匂いなのか大衆か、区別のつきづらい季節になってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ご自分の青春時代の思い出とともに懐かしいヒットソングのリクエストをお寄せいただいているこのコーナー、今週は一体どんな曲がかかるのか楽しみですね。このスタジオのある東京赤坂では早くも台風の影響なのか雨が降り始めています。台風といえば私が中学生の時、台風が来ました 2,3 個。さあ、それではですね、早速、今日も別にお天気に関する番組じゃないから、少しでもたくさん音楽をかけていこうっていう番組だから、別にここでこと細かに中だって今後の台風の進路とかの話もあんだ、来た中学校の時台風が正確にいくつ来たとか、お前それが何ミリバールとか、お前エクトパスカルとか、お前さて、今日もですねたくさんリクエストいただいておりますんでですね、笑うなお前、なんだガーッとお前なめんなお前ダメ。さあ、今日もたくさんですねリクエストいただいておりますんで、ほがらかにね、あの本当に私の番組っていうのは私のトークなんかよりも、あの音楽を次々とかけてその音楽を楽しんでいただこうなんていうのがですね、メインでございます。それこそこの番組で聴いた懐かしい曲をもう明日すぐにレンタル CD で借りてね、見ようかな、そういう方もいていただいていいんではないでしょうか。それではですね、まずはですねこちらです。ペンネーム螺旋盤さんからいただきました。伊集院さんこんばんは。はい、こんばんは。先日ですね、押し入れの整理をしていたらレコードがたくさん出てきました。ほとんどが洋楽の LP 版だったのですが、中に1枚だけドーナツ版が混じっていました。それを見て当時好きだった西川さんにプレゼントとして渡そうと思っていて渡せなかった高校時代の思い出が蘇りました。そんな僕の中の思い出のドーナツ版、思い出の曲は郷ひろみさんのお嫁サンバです。リクエストします、絶対かけてくださいということですね。いや、本当にね、郷ひろみさんの歌唱力って今も昔もすごいもんでですね、どれぐらいすごいかっていうとマイナーっていう感じにはなりますね。今からまあそのお嫁サンバのお嫁サンバの用意できました、用意できてますよね。それにかけるんですけれども、例の件お嫁サンバをかけます。当然僕は音楽が好きでこの番組をやってますから、つい手元のね、歌詞カードを見て歌ってしまうことがありますけども、マイクのスイッチが切れてればいいんです、何の問題もないんですけど、マイクのスイッチが入ってる場合に郷さんの歌声が聞けずに私の声がオンエアされちゃうってことがありまして、今までも何度かそういう放送事故がありました。もし今回ミキサーの不手際でそういうことがあった場合には、ザードの負けないでを1万5000回入れた iPod を耳に溶接します。それに負けなさい。それじゃあ聞きます。皆さん、郷ひろみさんの若き頃の歌声を楽しんでください。郷ひろみでお嫁サンバ。じゃないぜ、前世はプリンセスと言いつつ歌舞伎揚げを剥く手が音速、小宮
ヤマメカネが黄色いグラサン砕け散り、キリンが逆立ちした墓石、コロコロカーペットをコロコロすると子供の生爪どっさり取れた。ちょっとちょっと待てよ、ちょっと慌てないでライス長官、ブッシュのおポッケにランジェリー、飲ませないで白鶴丸、矢崎しげるは切れやすい。あグリーンベレー、グリーンベレー、グリーンベレー上がりだよ、両手ぶらりで速攻ホスピタル、俺は俺は俺は誰じゃ。あ、寝てた、あ寝てた寝てた、あびっくりした、言って言って寝てたら2つ2つ聞きたいことがあるの。なんか寝言で歌歌ってなかった？それからあとマイクのスイッチは入ってなかった？両方なの？両方なら両方であんじゃん。なんかさ、ねえ、俺の眉間を尖った何かで小突くとかして気づかせなきゃダメじゃないのさ、もう。ああ俺こういうことあん時もあったんだよな。高2の時にさ、アーチェリー部のさ、友達がいてさ、リクエスト曲の方を呼ばせていただきたいと思います。続いてはペンネームカニカニ奉行さんから。私がリクエストしたい曲は牧原の隆起さんのどんな時もです。高校出て OL として働いた時にお前22じゃん、学生時代には、ない仕事上の理不尽なことに悩んでいたところ、この歌に出会って何度も何度も励まされました。今は仕事を辞めて2児の母をやってます。男じゃん、この曲を聴くとこんちくしょうと思いながらがむしゃらに仕事をしていた若くてガッツのあるあの頃の自分を思い出します、ということで牧原紀之さんのどんな時もですよね。この後グダグダとミキサーの岡部ちゃんに注意することもできるんですけども、もう分かったと思いますんで、牧原紀之で第何回かの甲子園の夏かな春かなの、更新曲にもなったかな。さあそれじゃあですね、牧原の隆起どんな時も。佐々木とバラエティに出てる時、チラリと見せる女の顔に不安になってしまうよ。ブックオフで見かけた女、ハリーポッター全巻とレイプマンと動物占い同時に売りに出していたよ。チロスみたいな長いうんこ垂れて流したくないのに、イナアックスのショルムだからダメかもしれないけど、黒パンスと結び目5個アナルに入れたり出したり、ふう、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。テイクメンは何回なの、ハンズのインフォで叫ぶ人、答えは非常ベル、僕も押されたから。思い出すなあの甲子園ね、
まあ、甲子園のね、甲子園の時にはね、要するにマーチになってますから、ブラスバンドがやりますから、入場行進の時には歌詞はないんですけれども、ついこのね、詩を歌いましたね。確かにね、北斗晶と佐々木がバラエティ出てる時、北斗晶がなんかチラリとこう、なんていうんですか、頬をあからめたりする時に、不安になってしまうよっていう、あの歌詞には共感を覚えましたね、なんかね。鬼嫁キャラやってるんで、全然お約束でいいんだけど、お前なんか、嫌だなみたいな、すごい、ああそうみたいな感じをすごい思っちゃいますね。あとやっぱりね、うなずけることがすごく多いですよね。確かにもうすごい長いうんこ出た時に流したくないなと思うんだけれどもイナックスのショールームでやっちゃってる時にはそれは流さないわけにはいかないっていうか流れないね。それすごく思いますね。天狗面は何回なのハンズのインフォで叫ぶ人答えは非常ベル僕も押されたからすいません僕はこうあんま歌が上手じゃなくて初めて聞いたでしょ僕のさっきもまたかお前もうわもうああもう本当にあれだなお前そう使わない脳だったら白子ポン酢にしちゃえ白ポンにしちゃえ白ポンに本当にもう白ポン副首相になっちゃえどっかのさあそれじゃあですね、すいません本当にいつもね穏やかな気持ちで聞いていただきたいって言ってる私がいつも穏やかな気持ちで入れないんですそれはまあスタッフとのこういう軋轢やねケアレスミスの数々のせいなんですけどそんなことをねやっぱりね忘れてねやっぱりこのミキサーの岡部の成長を待つしかないっていうことで次のリクエスト曲は松はなんですさあそれじゃあですね、まあこういうですね予定調和のうまいことを言う DJ になるぐらいなら死にたいなんて思ったりもしますね、それではですね松はへのリクエストの方はですね、こちらですねペンネームうちは1年分プレゼントさん、僕は子供の頃両親が共働きでいわゆる鍵っ子でした家に帰ると誰もいないテーブルにポツンと置いてある晩御飯そして母の書き置き今思えば毎日僕の健康を気遣って手料理を作ってくれる母に感謝なのですがとても当時は寂しかったですそんな時ラジオで流れていたのはアミンの松はでした歌詞の意味全体はよくわからなかったのですが松はと連呼する歌詞が僕の気持ちと重なったのを覚えていますいや本当にね絵に描いたようなリクエストをよく書けるなっていうまあお上手でいらっしゃるお上手って言い方変ですけれどもいい思い出でいらっしゃいますよペンネームうちは1年分さんまたうちは1年分さんはねそのね僕が忘れかけてた松はの素敵な歌詞を全部こうそのリクエストに寄せてくれたんでこの歌詞カードを見ながら僕の方も聞きたいと思っておりますそれでは、アミンで松はです麻婆をぶちまけ寝転びおいらは麻婆麺後片付けをしてる夜生きるのが辛かったネクタイ締めずにクールビズケツ丸出しで即プリズンうねうね動かぬうどん食うってことはとわの夢青く広いこの空誰のものでもないわだけど小いまりの壺人望が抜けないどうしましょうお尻拭かない今日からは吹かないケツカピカピで痛み感じなくなっても死ぬわ死ぬわ今ここで死ぬわそれにつけてもコリコリつくねはうまいあ
改めて歌詞カードを見ますとですね、このアミンの松田っていう曲がものすごく特殊な特殊な、あの変な話、当時はやっぱりヒットメーカーが作るヒット曲をヒットアーティストが連発していく時代ですから、割とこうあのパターンみたいなものが決まっていたんですけれども、斬新だなと思うのは松田っていうタイトルで一回も松田っていう言葉が出てこない歌詞と、あとそのリクエストカードにあった松田っていう歌詞の繰り返しがうんぬんのところに完全にこうなんていうんですかね、だから要するに歌詞では松田って言ってないのに少年の心には松田って響いたんでしょうね。言ってるのは死ぬわとお尻拭かないしか言ってないですから、決意を発表してるのはないですから、あ、本当にですね、当時にクールビズって言葉があった云々のクレームは受け付けずにですね、本当に松田、それはだからアミンに言ってください、岡村孝子に言ってください、もしくは岡村孝子のお父さんが経営を失敗した特殊養老院に言ってください、それから、西武の二軍監督に言ってください、ということでですね、これから本当にスタッフとかも一生懸命協議をしてですね、殴り合い、ねぶり合い、もみしだき合いを重ねてですね、より完璧な番組にしていきたいと思っております。このコーナーでは皆さんからの思い出の絵に描いた餅のような思い出話と曲のリクエスト、そしてですね、あなたのが覚えている歌詞を募集しております。はがきの宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字からクソミュージックの狩りまでお待ちしております。パソコンと携帯電話からも投稿いただくことができます。パソコンからは TBS ラジオのホームページ、携帯からは TBS ラジオモバイルにアクセスしてジャンクのサイトに行けば東京フォ東東急東東急フォームの強制ができます。僕は待ってる。ジョーク、なんだこの強い部屋は、出してくれ、出して。なんと1畳しかないリビングを視神経をいじることで、視神経をいじることで、いじることで、視神経をいじることで50畳ものヌーディストビーチに見せることに成功に成功に成功。視神経をいじることで隣のうちにヌーディストビーチ、視神経をいじることで四国88カ所ヌーディストビーチ。勝手にブログ、ネット上で公開される日記ブログ、まあもちろん一般の方だけではなく芸能人やスポーツ選手の皆さんはですね、すごくこのブログを始めてる方が多いんですけれども、一般の人はそれだけきちんと熱心にブログをやってるのに、芸能人にもかかわらずブログをやってない人がいるっていうのに僕はね、驚きなんですよ本当に。一般の人はすごいその自分の中でのこうなんつったんですかね、ある程度の顕示欲だったりとか、あと表現欲みたいなことを満たすこれだけのためにやってるわけじゃないですか。芸能人なんていうのはそれを本にしたらしこたま金が儲かったりとかするところなわけですよ。にもかかわらずやってないって聞いて、これはお気の毒様だね、もしくは大きなお世話様かっこトンネルズだっていうことになりまして、だったらば、まあ、心優しい順位さんがその人が気がついてやる気になるまでこっちで勝手にブログを作っといてあげようということで、勝手にいろんな人のブログを作っているコーナーです。続きものになっている発展しているものもあればですね、今日から始まるものもありますので、皆さんチェックしていただきたいと思っております。本日はですね、心のトラックバックを、ね、心のトラックバックをですね、ぜひぜひ、こちらの方に、貼っていただきたいと思っております。でまずはですね、これは、同じ人のやつが2枚来ましたんで、それをうまく合わせましたんで、ペンネーム仙台駅西口集合とペンネームミハイル・オレ・シューマッハで、山上兄弟兄のブログ、テジナーニャ泣きてーニャ。7月19日、今日も学校でいじめっ子の佐藤くんに、おいニャーと呼びつけられる。佐藤くんがこの千円札で虫キングのレアカードを10枚持ってこいと、自由帳の切れっ端に1000円と書いたものを渡される。職員室に行ってハンカチがなくなる手品、かっこアフェリエイト、東急ハンズを披露して、100円玉を投げてもらい、1000円貯めてジャスコの虫キングのコーナーへ、10枚全部ダカブと、近くにいた少年のレアカードを見せてもらうと見せかけてすり替えマジック、かっこ
アフィリエイト amazon.com あなたにもできるカードマジック入門かっことじ手に入れたカードを佐藤くんに差し出す。はい、手品ーにゃ成功してますから最終的には7月20日今日で1学期が終わる。終業式が終わって早く帰ろうと思ったら先生においにゃと呼び出されて弟と一緒に職員室で即興のマジックショーをすることになった。キュウリは切れても指は切れないかっこアフィリエイト東急ハンズかっこ閉じという定番マジックでやっつけることにするが、弟が終始ニヤニヤ嫌な予感がしていたが、校長の指が本当にスパー校長は疲れてるんでしょう、早く帰りなさいと言いながらパニック。はい、手品にゃ7月21日今日は埼玉でマジックショー。おばさんの指輪を消して弟のポケットから出すマジックをやる。おばさんの高そうなダイヤモンドリングを消したところまでまずすごいすごいかわいいかわいいの大拍手。さて落ちと思ったら弟がニヤニヤ焦りまくるおばさんに指輪は家に届いてるにゃの一言はい手品にゃ7月22日今日はスタジオでテレビの収録。軽くステッキから花を咲かステッキから花を咲かせただけでやん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 の大喝采。これだから手品アニアはやめられないけれど、楽屋に帰ってほっとしている僕に弟がニコニともせず、ベッキーに気をつけろあいつは笑いながら手を叩いてるが青い瞳の奥じゃしょっぺー手品見せやがって、フジテレビぐらい消してみせろよ、チンゲはやらかしてから出直してきなって言ってるにゃと言った。その通りかもしれない、手品アニア7月23日東急ハンズのマジック売り場でトランプマン先輩に会った。最初はメイクをしていなかったので分からなかったが、飲みに行くことになった。トランプマンさん前にも増して口数少なく、トランプ消してたら俺消えちゃったと笑えないギャグヤクルトミルミルのジョッキが重い。家に帰ってその話を弟に言うと一言、キンキンよろしく、はい消えたにゃ少し笑ってしまった、はい手品にゃ7月24日今日はオフ。ベッキーやトランプマンさんの件があったせいか、弟から新ネタの練習に誘われる。水中大脱出に挑戦。早速僕が鎖で縛られお風呂に沈められた。結果大失敗。やはり東急ハンズで売ってないネタは無理があるようだ。命からがら風呂から這い出してリビングに行くと、弟がパピコを2本とも食べていたはい手品アニャあー手品アニャな、いくつぐらいなあの子たち。ずいぶん前に爆笑問題の番組なんか出た時に見たんですけどね、手品アニア結構出てるよね。あの同い年ぐらいの子がさ、夏休み自転車で日本一周とかやってる中さ、おそらく営業で日本一周すんだろうなってぐらいの出ずっぱり度合いですよね。大変だよな絶対、学校で言われるよな、にゃーにゃーおい1分でカツ丼作れとか、絶対そういうのマジックじゃいいから作れよ、ニャでニャで作れよみたいな感じのことは言われてると思いますよ。続いて、好評のあれいこうかな、ペンネーム、便所カノーミカのブログセレブバカ一代。7月20日、美しいプロポーションを職業とする者にとってとっても大切なもの、それはお水。都会の水道水なんてもってのほか、一流のトップモデルたちは生活の中で常にミネラルウォーターを持ち歩き、決して手放すことなどありません。私もその一人として常にエビアンのペットボトルを持ち歩き、緑あふれる公園の噴水の水を汲んでおりますわけれども、エビアンのペットボトルはラベルが剥がれやすく、水筒としては3ヶ月しか持ちません。次に拾えるのはいつになることやら。ではごきげんよう7月21日、真の美貌というものは外見だけでなく内面、つまり知性も磨かなければ得られるものではございません。そこで今日は読書のために図書館へ。でも私の読みたかった最強伝説黒沢アフェリエイト小学館かっこ閉じがございませんでしたので、その足で16キロ先のブックオフへ。最強伝説黒沢を読んでの感想は、おっとまだ読んでいらっしゃらない方もおられるようなので内緒にしておきますわね頑張れ黒沢、ではごきげんよう。随分読書の傾向が我々庶民に近いやつを読んでらっしゃいますね。ペンネームファスナーエプロン
加納美香のブログセレブバカ1台。7月21日今日は久しぶりにお料理教室に出かけました。今日の授業はバケーションにぴったりのお弁当。私の担当はベルトコンベアの上を次々と流れてくるスチロール製のランチボックスの中に的確に卵焼きを置くという重要な役割。途中お友達とおしゃべりをしていて工場長に怒られたり、工場長の目を盗んで卵焼きを口に運ぶという楽しいひとときを過ごしましたわ。ではごきげんよう。7月22日いつものようにお姉様のバッテリーをチャージしようと思いコンセントを挿しておいたのに、いつまで経ってもお姉様がチャージ終了の合図のドマンターンドマンターンと言いません、ね、よくよく調べてみたら電気が止められていました。きっと私たち姉妹の美を妬む人たちの仕業に違いありませんわ。仕方がないので明日の試写会が終わるまではレモン電池で代用することにいたします。ではごきげんよう。あれですよ、ミカさんね、レモン電池の後に学研とかを一応アベレート貼っとくと儲かりますからしといた方がいいですよね。ドマンタンドマンタンお料理教室じゃなさそうな匂いもするんですけどねペンネーム宵越しの天ぷら。加納美香のブログセレブバカ1台。7月22日今日は恵比寿ガーデンプレイズの高級ベーカリーに行ってまいりました。私ほどのセレブになりますと混乱を避けるためにいつも裏口から。最近ではベーカリーのスタッフも分かってるようで、お店に入らなくとも袋に山ほどパンの耳を詰めて裏口に置いておいてくださるようになりました。やっぱりあそこのパンの耳は最高ね。生地自体も素晴らしいけど、サンドイッチから切り落とすときに少しからしマヨネーズがついたところ本当にデリシャス。ではごきげんよう。サニーレタスの端とか入ってるともう5つ星らしいよ。3つ星超えて。7月25日今日のティータイムはハーブティー。サクマドロップスの缶にお湯を注いでクピ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 、発火のかけたやつが醸し出すハーブの清涼感がたまりません。飲み終わった缶に小石を入れてお姉様に差し上げました。ではごきげんよう。絶好調だな。やっぱセレブは違うね。毎日がイベントだからね。続いて、これも2つ合わせてあります。ペンネーム TNT& ペンネーム牛牧場。森久美子のブログ死にゆく男子デブタレたちへ私は生き残る。久々の更新ですね。7月19日今日はジムに行った。ケビン山崎氏によると脂肪を減らしながら筋肉をつけるには鳥のささみが有効とのこと。ジャイアンツの清原選手もやっているらしい。早速ささみ 400kg ほど購入。焼いて食べたがあまり美味しくないので一旦フライにしてからソースマヨネーズを死ぬほどかけナイフを入れてフライの中に潜む白いまずいやつを捨てて残りを食べたらまあまあ美味しかった。7月20日 NHK 今日の料理豚の角煮を見ながら爆睡。夢の中で明日のジョーの力石よろしく次々と突進してきた豚を倒してそのまま角煮にして食らう私。目を覚ますと拳がものすごく痛い上に口の周りに角煮のタレがべっとり。つけっぱなしになっていた、テレビで試してガッテンを見る。ウォーキングの特集早速やってみる。テーブルの周りを一周。今日の運動は終了。7月21日本格的にウォーキングを開始。しかし暑いので喉が渇く。痩せる前に熱中症で死んでしまっては元も子もないので自動販売機を見つけるたびにコーラを買うことにした。最初のうちは4機並んで設置されたりしているので40本ずつ飲めたが、早々販売機はないので1機小脇に抱えて歩く。今日は80メートル歩いた。7月22日、テレビを見ていたら工藤静香が己の腹をつまんで軽くやばいとか言っている CM を見る。水木有沙のバージョンもあるらしい。私にオファーが来なかったということは私はやばくないからなのかな。マネージャーに聞くと爆笑していて答えないのでヘッドロックから軽く首をねじったら死んだ。森久美のブログもね更新されてってほしいですね。続いてラジオネーム頭取。木村カエラのブログ太郎を追い越せ和也に負けるな。7月20日
芸能界には外人顔なのに英語が喋れないキャラかぶりが大勢いることに気づく。ウエンツだけには負けたくないので日常生活で頻繁に使う英単語を覚えることにした。告訴アキュゼーションアキュゼーション肛門アネスアネス。7月21日全く面識のないベッキーから手作りケーキが届いた。あの女は何するか分からないので最近面倒を見てやっている瀬戸カトリーヌに食べさせる。細かい泡を吹きながらピューピュー行って病院へ。実母リアルマザー実母リアルマザー釈放リバレーション釈放リバレーション。7月21日ベッキーへの報復のために対応の嫌がらせメールを送りつける。帰るは帰らはメールし放題。フランディコンポジションフランディコンポジション胸毛ブレスヘア胸毛ブラスブレスヘア。何を覚えてんだ帰る帰る何を覚えてんだよ帰る面白いなじゃあですね一回 CM 行きますから CM です。月曜伊集院光深夜のバカ力今あなたの肩を誰かが叩きました。誰かんばんは N 組です。伊集院光です。ワード予測俺流ワードチェックせよワードチェックせよワードさあ、携帯電話のメールを打つときに便利な機能ワード予測、まあ、頭の2文字程度入力するだけで自分が普段よく使ってる言葉とか文章が出てくる機能はもう、出てくる候補っていうのが学習式になってますから使ってる人のこう使用頻度によって変わるわけですよね。よく使う言葉の方が先に出るしそうじゃない言葉は後の方みたいな感じになってきますんで、皆さんの携帯ではどんなのが出ますかっていうことでもらってるコーナーです。ラジオネームリットン調査団けし景色消しゴム化粧して火事場に来てるババアいたよわざわざチクビーマンおいおいしいおいかわなおおいとましますと言いながらも残った大福をポケットに詰め込むこと詰め込むことよく使うんだこれ3番目によく使いますからね。ペンネームカプーセルモンスターナスナスナスルーラーナスビって今何してるの。ナスはアナルからまだ抜けませんが今日は無理をしてでも出社しますねえ。千目一発改めカズマ決意ケツバット血尿でぼや沈下年収5万熱造熱を帯びるバレエ人気にパッチリのタイミングで水を差すニュースがうまいこと言ったね。メールいっぱい送ったんだねこれうまいこと言ったなと思ってね。もう手遅れです。スワローズスワヒリ語座ったら偶然下にマロちゃんのペットボトルがあったんです。わざとねじ込むわけないじゃないですか信じてください大統領大統領にメールこれホットラインでねえ。うわ今日ちょっと時間的にあれだったな。時代のキーワードはチンポで捉えろがやれなかった。これはね好きなコーナーなんですよ。こう本当にね書いてくれる人の知識量とバカさ加減がいい感じでマッチしててこれはまだまだ募集してますんでどんどん送ってください。来週は絶対あります。だって相対性理論みたいなやつとかを本当に俺に分からせたかんね。構成の渡辺君と読んでて何これあこういうことなのみたいなやつとかあったりするんで大変申し訳ない本当にね。でももう脳が喋っちゃうのはしょうがないと思っていただいてですね、どんどんおはがきメールお待ちしております。すいませんあのさもうああそうだそうだそうだ